画面の皆様、こんにちは、どうも、かのしょうでーす。おきに、おきに、おきにー、はい、ということで、はい、まあ、のっけから3人は初めてじゃないですか。初めてですね。はい、まあ、知っておられる方もいると思いますけども、はい、自己紹介どうぞ。どうも、山野金融です。チャリーン。ガッパガッパ。川野軍団の一番後輩、力沈です。お願いします。あんま川野軍団って言うなよ。川野軍団。恥ずかしいね、それ。なんでいいじゃないですか。誰がつけたか知らん名前やけど。ニーヤンって言うな。ニーヤン。まあ、やめろ、それ。俺が、ちょいちょい、それ、巷ではな、俺が言わしたみたいになってるね。川野軍団ってつけたのはニーヤンです。お前や。ニーヤン。俺たち。お前か、やめた、神田君。神田さん。今はなき神田。神田さん言うてましたっけ。山野力沈が来てくれてるんですけども、今日はちょっと嬉しいご報告があります。よっしゃ。まだ別に俺だけやったらさ、俺だけでいいやんか。なんで俺に嬉しい報告があったら俺だけでいいやんか。まあそう、確かに。3人であるってことですよ。何かと言いますと、3人で、テレビ出ます！よっしゃー！いやいや、もう俺、初めての全国テレビ、お前らとかよ。いや、いいじゃないですか。いや、守る。そんなハモる。今のは気持ちよかったな。まあ確かに気持ちよかったな。まあもうそうなんですよ。はいはい、もう3人でテレビに出ることが決まりましてね、うん、壮絶な、オーディションの中とてもありましたね。はい、まあこの3人、まあこの2人がね、頑張ってくれて。いやいや、いいやん。まあ一番頑張ったのは僕なんですけども。まあ自分で言わない。自分で言わんでしょ、そんな。はい、まあ無事にこの前収録終わって、はい、はい、楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかった、はい、緊張した、はい、まあまあ番組名じゃ言っていいか。いっちゃいますよ。はい、じゃあ僕たちが出るテレビは、ザ細かすぎて伝わらないものまね。すごくないこれ。いや、マジででもしんどかったよな。すごいよ。オーディション。僕は別でももう一個出ます。まあその二つっていうのが、まあこれと、これって言い方悪いか。いや、いいっすよ。この子たちと、はい、まあ、T ・アレックス、同期よね。はい。はい。あの子と出るんですけども。うん、まあでも、細かすぎてにね。すごいよ、あれ。出るということで。決まった時点でね、なんかもう、喜びを噛み締めてたんですけど。はい。収録終わって、なんか、余計噛み締めるというか。まあ、わか、なんか、うん、いや、憧れの舞台というか。なんかね。きらびやかな世界にやっとちょっと入れたみたいな感覚がありますね。うん、はい、で、オーディションも、今回が2回目かな。1回目は普通に落ちたんですよ。2年ぐらい前に僕もそれありました、ね、そこで山野と出会った。そうですね。細かすぎてのオーディションで出会ったもんね。たまたま時間が同じだったんですよ。そう。で、なんか一回野球で一緒になったけど、ほとんど喋ったことない状態で。喋らんのね、普通。なんでそんなこと言う？そんなことない。普通にそんなこと言う。日常送ってたら山野と喋るケースってあんまないかなと。全国の山野に謝ってくれ。確かに、普通に生活してて山野金融さんと喋る。山野って名字が悪いんじゃないで。山野金融と、なんか、あんま触れ合うことはあんまないからな。今後、目、合います、うん、合います。大丈夫ですか？合います。全然合わなかった。全然合わなかった。まあでもね、細かすぎてきっかけで、一番合うようになったもんね。まあそうですね。うん、一番 YouTube にもまあ、お手伝いで行ったりするんで。まあ手伝ってくれてありがたいしね。はい、まあでも俺も、もともと一人でやるつもりではいたんですけど、はい。やっぱ俺がやるネタ、ちょっと、欲しいなと思って、人がね。はいはいはい、はい。人が欲しいなと思って、ってなったらもちろん山野ってなるじゃないですか。はい。で、山野ってなってたんですけども、これもう一人欲しいなってなったんですよ。はいはい。ってなると、やっぱ、ポコチンキットじゃないですか。力沈な。大丈夫？ YouTube でポコチンつって。ポコチンはセーフでしょ。YouTube ポコチンセーフやろ。あ、そうだ。力沈も出たいかって、はい、まあ、それは僕は意思を聞きたかったから、まあ、山野はもうなんか反共戦みたいな感じだったけど、手伝ってなーっつって、あ、はい、わかりましたって言ってくれたから、ありがたかったけど、まあ、力沈はなんか結構雑なとこがあるから。まあ、一応聞いたんですよ、僕は。そうですね。はい、出たいかと。はい。まあ、出たいです。じゃあ、手伝ってくれよって。俺が出すから、みたいな感じで。はい。言って、もうほんまに出れたんでね。まあ僕も先輩としては一安心なんですけども。でも本当にこの二人がね、長い間頑張ってくれて。うん。どこが頑張ったんですか？いやいや、頑張ったでしょ。僕は。あ、でも力沈はごめん、頑張ってないんやけど。ね。何回オーディションの時に忘れ物したか、うん、3回目のオーディションで財布なくして4回目のオーディションで大事な、その小道具を忘れるっていう。小道具忘れるって。お前は頑張ってないな。いや、僕頑張ってないよ。めちゃくちゃじゃない、力沈。山野はじゃあ頑張ってたもんね。僕は頑張りました。金さん頑張ってました。問題行動はなかったもんね。はい。
まあ、ただ一個問題行動を起こしたといえば、うん、一次オーディションで落ちたことぐらい。あれだけ問題行動。問題っすか、ね、俺の中では問題行動あれば。まあじゃあここから感想できますか。どうでした、あのオーディションが決まった日、はい、うん、まあもちろんめっちゃ嬉しかったんですけど、うん、まあ実感なかったんですけど、はいはい、あの「デンデンデンデデデン」ってこう入ってく時、何の何の M1? 細かすぎてなん、どんなでしょうと。テン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 な。どちらか M11 回戦の音でね。テン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 。M11 回戦こんなじゃない。あと、リキチンこれ最初にオーディション決まった時言ってたから。あ、そう。うん、収録決まった、合格ですよってなった時よりも、うんうん、あの、音楽鳴った瞬間に、わかるわ。めっちゃ実感して、うん、僕1回目のネタ全く覚えてないです。あ、でも俺もね、俺山根とやったから。あ、そうか。あの、正味、あの、アレックスには申し訳ないけど、うん、あそこが一番緊張した、やっぱり。それはね。うん、で、その後2本目やったから、実際、この3人でやるのはね。はい。緊張解けてた。なるほど。だいぶ。でもやっぱね、タイトルを言うって緊張するね、意外と。まあ、あ、そうですね、確かに、うん。なんか結構、まあ、これも放送見てもらったらわかるんですけど、噛みそうなフレーズ多かったよね、俺。まあまあそうですね。そう。で、そこがずっとね、怖くて、で、二人はネタ合わせ頑張ってくれてて、僕はもうネタ合わせに入ることすらせずに、うん、ずっと水飲んで、俺多分あの日、咲いたよな、トイレの回数。めちゃくちゃ行ってた。飲んで出して飲む。そう、ケータリングでイロハスがあって、ミニサイズの。はい。あれ多分一番飲んだよな、俺。じゃあめちゃくちゃ飲んでた。だって、な、退勤時も取りに行ってたもんね。直で出てたよ。でも音緊張あったな、最初。でも、この3人では僕が最初に出るんですよ。まあタイトルコール言うからね。はいはい。でも、TRX の方は、2人でタイトル言うんですよ。交互に言うというか。はいはい。だから、アレックスが先に出たんですよ。はい。だから、うん、俺の時の方がそこの緊張感あった。最初に先頭切って。だから、俺の背中見とけよう感あったよ。ニーヤの背中、でかかったです。よいしょ。いや、それ、ニーヤ、ほんまにやめてくれよ。え、ほんまでかかったっすか？まあなんか、でも、うん、終わった後はでかかったけど、うん、直前の緊張してるニーヤの背中めっちゃちっちゃかった。え、でも、俺やっぱ口数多いやんか、普段は。はい。めっちゃ少なかったよな。いや、少なかった。こんなに緊張してる翔さん、ニーヤ、初めて見ました。じゃあ、ニーヤって基本ツンデレじゃないですか。うん、本番前。こう、グータッチ求めてきたんとか、嬉しかった。3回ぐらいやったから、嬉しかった。あれなんなんやろな、毎回でも漫才とかでもしちゃうもん、やっぱあれ。あ、そうなんですか。翔さんのその、デレの部分が、直で見れて。いやいや、もうじゃあやらんよ。いや、やって。今後。いや、やるって言ってもやるよ、本番の時。やると思う、それは。こうやって、翔さんが、僕とキユさんに向かってこうやってやってきたんですよ。で、なんかあの、JK のさ、こういう上からの写真みたいにさ、こう揃えてたもんね、みんな。翔さんが最初こう出してきたから。だったら俺たちもこう行くしかない。3人でやるんだったら。いやでもよかった、ね。あれよかったです。あれなんか、ぐっと身引き締まりました。うん、でもまあ、なんか、俺的にちょっと、やっぱ2人が出るのは嫌かなと思ってて。はいはい。そのまあ役が役的に。ああ、なるほど。嫌かなと思ったけど、いや、全然その感じを見せなかったから。めっちゃ楽しく。本当に行きたくて。出たいでしょ。うん、嬉しいんかなと思ってくれて、俺もやっぱそこ頑張れたし。はい。でも逆にね、ほんまにこれだけはして、お前らがめっちゃプレッシャーやったわ。なんか、ほんま、息ってさ、なんでですか？息ってさ、任せろって。言ってました。言ってたやん。言ってましたね。俺を見とけと。はい。任せろって言ってたやん。はい。もうすっごいプレッシャーやっぱめっちゃ怖かった俺も。でそのニーヤンさっきから、うん、ニーヤンって言うなって言ってるじゃないですか、うん、その一応全ネタ終わった後に、はい、まあ帰り、うん、帰り屋にやっぱニーヤンだったよあれは何だった言った俺そんな、うん、ちゃんと言ってました。ああ言ったか、うん、まあでもということですね。うん、うん、本当にあの期待してみてください。期待してください。ほんと本当に楽しい現場で、ニーヤンがすごかったんだよ。はい、すごい人たちに囲まれて、はい、結構やってのけたな感はあるんで、はい、うん、まあ、で今後もね、もっと頑張りたいですけども、デビュー戦なんかすごいなんか気持ちよかったというか、うん、好感触、うん、なんか楽しかったというか、はい、で僕の出たい番組3本の指に入る1本をデビュー飾れたんでね、はい、その勇姿をじゃあ皆さんに見ていただきたいと思います。放送は10月16日。え、2ヶ月前だ。12月なの。12月1ヶ月前か。なんか過去に戻った。なんでな。
仕切り直しで、放送は12月16日、ザー細かすぎて伝わらないモノマネ選手権、皆さんよかったら見てください。お願いします。はい、お願いします。じゃあ最後、リクチンから告知ありますか？はい。クリスマスにももクロさんがライブやるのでぜひ見に行きましょう。わからんのよ。ライブ告知。え？ココしかわからんよ。いいじゃないですか、ここは。あれしかわからん。いや、最高の歌ですよ。うん。じゃあ山野も YouTube 告知しとく？ああ、じゃあ YouTube、うん、順調に減ってきているので。でも山野さ、はい、この前の動画でさ、年内500人言ってなかった？言ってました。大丈夫それ。あ、でもね、ギリいけそうかもしんない。え、あと1ヶ月と2日ぐらいで。あと12人。ああ。じゃあ行くじゃないですか。なんかあれば行くかもしんない。いやいや、確かにな。上げ続けるべきよな、それは。そうですね。え、山野の目標は何だっけ？だから YouTube 収益化とか、うん、まあ、神保町の劇場メンバーに収益するとか。でもしたか。してないですよ。いや、これも放送、YouTube 出るときにはしてるか。いや、してないですよ。今年のチャンス全部終わったんすよ。終わった終わりましたね。テイラー劇場おもろいのにな。まあ終わったし、うん、あと彼女作るって目標も達成できなかったし。あったわ。やってられっか。あったわ。ありましたね。でもちょっとなんかさ、山野の彼女作るの俺ら協力したもんな。しましたね。それも無理やったもんな。9月ぐらいでしたね。なそれも無理やったもんな。それ無理だったら無理でしょ。無理やな。で、うん、僕がもう金融さん付き合ってほしいですって言ったら僕が付き合いましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。それでも僕の目標ちゃうんで。ユミちゃん、ユミちゃん。言うな、それは良くない、それは良くない、それは良くない。だから毎回オーディションさ、フジテレビの方であるからさ、ユミちゃんちから来てたから。おいなんでさ、一番頑張ってないやつが、女の家から来るじゃ。しかもなんかめっちゃ時間短縮できてるし。待ってください。それでも遅刻しなかった。良くないって。なんで締めが彼女の話やねん、お前。良くないって。はい、ということで。じゃあまた別告知なんですけども、12月16日に放送があって、11時何歩かに終わるんかな？ 10 分くらい。そうやね。はい。そっからライブ配信もね、この3人でしようと今のところ思ってるんで、はい。皆さんもお時間がありましたらそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあということで、皆さんじゃあまた次の動画でお会いしましょう。今日からのところで、バイバイ！